そうそう、お願いします。相模原市にお住まいのホッピー吉蔵さんがいただいてますバイブスのノープレブレム、ノープブレブレムなんて書いてあるよ、ね、ブレブレム、ハープがかっこいい、ハープホッピー、あそれもケイシさん、これ自宅で一生懸命すっかり忘れてたよね、見られてるっていや、ここではっきり言ってください、あなたの誕生日くらいなんですよって。あ、そうですよ、あんたの誕生日で、あんたのハッピーバースデーハッピーバースデーリーダー、ハッピー、はい、せーの、ハッピーバースデーリーダー、ハッピーバースデーリーダー、ハッピーバースデーディアリーダー、あ、4人しかいねえやイエイイエイ、そんな歌ってもらえることないよライブだって生配信でね、すごかった今の、ライブだって歌ってもらわなかったのにあ、そうそう、あ、そうそう、まあそれは、ほんとどうも、いただきます。いいね、やっぱ即興は、では即興でいきましょう、即興で。いやだからここでちょっと宴会組んでライブやらせてもらうっていうのをちょっと俺考えてね。いいんじゃないですかね。ね。だからこううちうちだけ招いて盛り上がろうみたいな、ザ・パーティーみたいな。それねビーチボーイズもやってんのよ。だからそれをロングデー的にやりたいんで。ビーチボーイって何？ビーチボーイズっているじゃん。あのビートルズの両翼的な。そこだったのか。あ、ビーチ。テレビドラマかと思って。ハーフニー、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 カニ、カニあるんですけど。カニ、もう全然食べてない、それ。まだ。もうあなただって。カニを食べていただける方がいらっしゃいましたら、ぜひ。カニ、ちょっとね、ちょっとなんか隠して包んで持って帰れないみたいな。いやいや、それを頼めば、ちゃんとドギパックしてくれると思うよ。俺、そうやって。でも極力食べてあげた方がいいと思うんだよ。ですね。うん、でもお腹いっぱい、うん、でもお腹いっぱいっていうか、相模原にお住まいのリーダー何かと思ってたえ、はい、氷、なんかメール来てる、メールどんどん来てるし、相模原にお住まいのってひどいよね相模原ロンドンのザ・パーティーに賛成とかで、ありがとうございます。嘘くないの、は氷ない、あ、俺アップ、え、え、何に氷ない、氷、あ、氷ある、氷ある、氷ある、たまにはあります、あります、私もね、吸ってよって頼んでるだからどれに、あ、コップもらえばよかったの、これに、これ、これ、これこれだってモルちゃんの、これ、これ飲んでる、うん、いいじゃん、これ、これ、あ、そろそろビールは、あ、じゃあモルちゃんはこっちの、こっちでモルちゃん飲んでもらって、あんたもロちゃんあれするからいいよ、俺何も触ってないし、帽子はかぶったままでいいんですね、乱れる、乱れるから、乱れるから帽子はかぶったまま、乱れ髪、なんだっけ、乱れ髪ってみそらひばり、いい歌なんだあれ、あれ乱れ髪じゃなかったそう、え、まず演奏終わりなのか、いや、モロちゃんの演奏聞きたいよね、演奏セレブじゃん、なんか演奏の日だから、モロさんウクレレやってんだからちょっとやっと、いや、無理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 、いや、モロちゃん絶対音があるから全然無理、無理無理無理、いや、それは楽器違いはダメ、楽器違いはダメ、かわいそう、あら、あら、楽器違いかわいそう、いや、だってこれ同じギターだよ、私だってレイナミだけはやりますよ、はい、だって俺に対してそんなにノリいんだからバイオリンやってるって言われたらそんなの無理だもんだからそういうこと言ってんだよ、いや、バイオリンじゃないよね、同じだもん、弦テニスやってよって言われて、このおっさんに何か言ってよ、このおっさんにテニスやってって言われるから、このおっさんもこのおっさんも言うよテニスやれとか言うて、すいません、よろしくお願いしますテニス教えてください、よろしくお願いします、長崎さんテニスできるのか、いや、長崎さんは絶対何でもやるよ、いや、でも別にいいです別にいいです、あの、テニスはやりたいわけではないのです、え、やりたいわけじゃないの、うん、
やりたいやりたくないを言ってんじゃなくて、そういうコンセプトでビデオを一本やりたいって言ってるだけ、はいはいはい、やると楽しい。あのこれを見ててもらってる、はい、あの、はい、奈良で、あ、じゃあ奈良の同級生の、はい、奈良県にお住まいの、あの公開できる範囲で、うんさん、E さん、A さん、A さん、B さん、いちくん、B くん、C さん、A くんか。まあ今は職場でも、西日本大会に行くとか行かないとかっていうぐらいのレベルのテニスなんですけども、はい、高校時代はテニス部のキャプテン。ああ、なるほどなるほど、主将だったんですね。さっきの奈良県にお住まいの傘がない、あと永遠の嘘をついてくれ、やってくれくださいと言って。勝負しようよ、勝負。本当ですか。あの遠征、なんかこのおっさんがあのあのテニス勝負したいと言ってます。あの10年奈良県で見てください、メールで答えてくださいみたいな。あのテニスの勝負、高校時代はあの福島まで野球をやってらっしゃいます福島まで、ね、で大学時代は H 聖光大学で、バスケットボールをやって、某法政大学で、あのバスケ陸上もやる、陸上もやってたんですか嘘、遅いじゃん、走るの。あ、速いよ、速いな、あ、走ったの見たことないって。テニスでもいい、びっくりした。で、テニスもやってたそうです。私ばっかり向いてるのかわかんないんですけどじゃあ、まあそんなそんなわけで、はい、あのぜひ、東京対奈良テニス対決よろしくお願いします。いや、本当お願いします。大好き、なんかやる気ですよ、やる気。テニス大好き、勝負勝負、もしテニス勝負勝負、もう同級生ですから。あ、そうなの。若干1歳若いですから、よろしくお願いします。あ、じゃあ後輩なの。いやいや、バイブより。あ、バイブよりね、うん、きっと勇ましいよ、あなたの40倍。うん、そうね、今あの女子のコーチに習ってるんで、女の人が上手いったらびっくりしないですもん。最初の時はびっくりしたけど。え、男性でしょ。あ、ありがとう。あ、ちょっと、あ、ちょっと、ちょっと、いや、取って、取って。え、ダンダブ、ダンダブじゃない。シングルスは一回もできない。やったことない。急にトーンが下がる。混合ダブルス？何そのトーンの下がり方。でも多分ずっとテニス部だったので、でも毎週テニスはやってる。その、あの OB から現役からとりあえず全部入っているんで。あ、だからすごい方ってことだよね。全部仕切る。おー、いやー、それは男の人だとね、運命の差だよ、やってるかやってないかったら。でも高校の時何式だ。いや、今は知らないけど、今何式。あ、今何式、ソフトテニスってあるから、ね、どんなテニス部やるの。うん、じゃあ、まあ、あれですね。あ、言ったの今日ほら、うん、まあ、よく有明部室でビール飲みました。言ってる。それはオフレコですよ。有明そんなこと言う会社は、上からオフレコ、上からオフレコ、終わりだから、ね、上からオフレコ。そんなマスコミはもう終わりだから。オフレコ翌日干されるんだよ。翌日干されるんだよ。あれ、これなんか、アルコール入ってる？入ってないでしょ。これは入ってないと思う。ウイスキーだったりして、そう。これ入ってないよ、匂いしないもん。これ飲んじゃったよね。あ、ビールのコップだから。うん、あ、そうか、若干のアルコールを嗅ぎ分けるんだ。若干のアルコール。でもメール返信できてない。ちゃんと返信してください。ちゃんと返信してください。ちなみに誰ファンですか。ああ、ちょっと待って、じゃあ、はい、さんどうぞ。ちなみにテニス松岡修造じゃない。松岡修造違う、あ、違います。言って誰だろう。あ、なんで。あ、相模原市の住まいのリーダー、ドングでリーダーホッピー吉澤さん、ハッピーバースデーありがとう。ルンデのザ・パーティー、さっき読んだ。もう一個は、今日の会場はいいね。ルンデの
こっちを。あんだ、うまくいくんだ。じゃあ読めないとごめん。ちょっと目が何で鼻ほじるの。カルシアムのフォーク喫茶昭和を目指せ今日のツイッター。あ、いや、その通りですって返して返してくんない。はい、リーダーその通りです。リーダーその通りです、はい、ツイキャスは画像音声ともいいよ。あそこに窓辺に立ててるんで今日はいいです。今音声ともいいよって、これはそうですね、同じく、神奈川県相模原市南区在住のホッピー様よりいただきました。だって書いてあるのほら。ありがとうございますホッピー様だって。これここに出てる方、家でやってる方がよっぽど違ってるかもしれません。ここの方がよっぽど体の、あの家でこうやってる方がしんどい、疲れたかも。リーダーありがとう。本当にあの仕事でお疲れのところすいませんです。ありがとうございます。どうは来てます。でもここの飲み屋最高です。本当に最高です。いいかもしれない。ギターも少し案外ある。私は全然うまくいかない。はい、奈良からも居酒屋もんたさん楽しそうですね。が来ました。リアルタイムもらえばいい。何でもいい。いや、てかあんたよ。どこファンですか。どこは誰ファンですか。じゃあ、ツイキャスにしてよ、ツイキャス。テニスプレイヤー。ツイキャステニスプレイヤー、うん、男性女性。バルブ君、だから、あなたのテニスプレイヤーのファンは誰ですか。はい、バルブさん、どうぞ、はい、どうぞ発言してください。誰ですか。もう一回、最初から、最初から。え、最初から言って。あ、テニスを愛する仲間に聞きたい。あなたは誰のファンですか。はい、おぉ、いいね、いいね、決まりましたよ、今。はい。ほら、受けのモロちゃん、シーンとしてる。だこれで、だから誰のファンだっていうことによって、その人の感覚が分かる。いや、それは音楽だって一緒じゃん。あ、そうか。そうか。どの辺を出してくるか。あ、そうか。もし、見ていただきましたら。真っ赤に言った日には、俺、拍手しちゃうからさ。あの、このおっさん、さて、ヒント出しちゃダメでしょ。あ、ヒント出しちゃダメでしょ。あ、そうか。すいません。絶対いい人だから、真っ赤にって言ってくるよ。奈良県にお住まいのテニス部元キャプテンの人 N さんでございます。 N さん、 N さん、 N さんありがとうございます。名前出していいんだったらフルネーム出します。N ちゃんちゃん、 N さんありがとうございます。はい、誰のファンかどうか教えてください。すごい、もう回してる。男性で男性の方がいいですね。うん、まあ男性で対戦したいって言ってるけど、ちょっと最初女性だと思ってたから、バイプさんとかちょっと、うん、ちょっと上から目線で失礼しました。失礼しました。上から目線で大変失礼しました。大変失礼しました。もうそれだって、てかそれぐらい女の人とばっかテニスしてるってことだよね。そうだよ。だってメンバーみんな女性しかいない。まあ男性一人。女子校的な。そう女子校的な。あ、工業高校的な。工業高校。あ、逆か。あ、女子校的な感じか。火星。元女子校で共学になって1年目って感じだよね。白百合的な。8対1ぐらいでしょ。あ、8対1ぐらいでしょ。今4人ぐらいしかいないから。あ、そう。でもシングルスやったことないっていうのはどういう。あ、普通はもうああいうスクールではシングルスやって1回もないから。疲れるから。そう、疲れるっていうか、うん、シングルスであんまりつまらないんですよ。あ、だってやっぱコートがやらないコートがあんまり。だから本当に1対1ぐらいだったら本当にシングルスしかできないけど、大体4人から十何人までいるわけだから、フルに回さないといけないから、シングルスなんかできないです。うん、だ本当やったことないよ、シングルス戦。プライベートでもやったことない。私も実はルールもあんまりはっきり知らないものですから。いや、てか先方が随分あのテニスに強者だと知ると急に語り出しますね、あなた。恐れの裏返しなんじゃないですか。恐れの裏返しなんじゃないですか。